ガエターノブルネッティは、カルロス三世並びに四世地下のスペインで活躍した、イタリア人作曲家。スペイン宮廷や西洋の一部で、音楽的な影響力を発揮したものの、存命中に出版された作品はごくわずかで、没後にもほとんど作品が出版されなかった。正確な年代は不明だが、ピエトロ・ナルディーニに支持する。1762年頃に、マドリードに移住。 1767年より、スペイン王家の宮廷楽団員となり、生涯にわたってその地位にあった。同年、カルロス3世の王太子付きバイオリン教師並びに、音楽指南役に選任され、1779年に、アランフェス王宮演奏会の指揮者に任命された。1788年に、カルロス3世が崩御し、カルロス4世が即位する。 新国王は大変な工学家であり、自分の娯楽だけのために、応急室内ガス相談を設立して演奏させた。その顔ぶれは、ブルネッティとその子、フランシスコ・マヌエル・エスピノーサであった。1795年に引き続いて、応急室内管弦楽団が結成されると、ブルネッティは指揮者に任命された。ブルネッティはもっぱら弦楽器やオーケストラのために作曲した。 451曲に上る作品の大半が、小編成のための室内楽曲や、宮廷オーケストラのための公共曲である。種々の楽器編成は、楽器の扱いの多様性を表している。吹奏楽曲や声楽曲は、数少ない。鍵盤楽器のための独奏曲は伝わっていない。作品は、優美な旋律と、周期的なフレーズゆえに、 初期古典派音楽の形式や慣習を尊重したものではあるが、より進歩的な要素や、折衷的な要素も取り入れられている。作品の特徴は、ふんだんに盛り込まれたコントラストにあり、気分の素早い切り替えや、強弱の鋭い対比、突然の転調といった要素が、すぐに連続して交代する。ブルネッティは、そなた形式を非常に柔軟に、 型にとらわれずに扱った。ブルネッティ作品は、その数にもかかわらず、現代の出版符が欠乏しているために一握りほどの、録音しか発表されていない。コンチェルト・ケルンによる、公共曲集と、シュパンツィヒ死従奏団による、弦楽死重奏曲集が、中でも主要な音源となっている。現在、ブルネッティの名は、ルイジ・ボッケリーニとの確執から生まれた、 公共曲第33番変人の作曲者として知られている。詳しくは、ルイジ・ボッケリーニの功を参照。ありがとうございます。